この春、新たな学園ドラマが幕を開けるということで、プニオならぬネコリンです。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。エイプリルフールイベント、いや、エイプニルフールイベント。まさかのプニプニ学園ですと。しかも、この春、ぴったしの学園入学ものですと。遅刻遅刻っつってゴロ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 って転がりながら、急ぐプニオと走ってくるプニコが、正面衝突。そして、ごめんねーって感じで去っていくんですけど、王道です。あんたはあの時の、君はあの時のっていう感じの二人が衝撃的な出会いを果たしてから、一緒に学園生活を過ごし、そしてゴールへと、ということで、これキララジャンプ。まさかのキララジャンプを挟んでからのプニプニレスレリ学園っていうことでね、プニプニたちの甘い青春学園が始まりますということで、生放送もあるんで見ましょうね。レスレリアーノのアトリエを起動したら、まさかのエイプリルフールイベントっていうことで、なんか来ましたよね。プニプニ同士の恋愛物語。さすが光栄テクモさんと暁ゲームズさん。普段からね、4月1日エイプリルフールイベント力入れてるだけあって、めちゃくちゃすげえなというふうに思いました。ということで、こちら、ゆるーくレスレリ生放送、レスレリ学園編配信決定ということで書いてありますね。プニプニ、レスレリ学園。これめちゃくちゃ楽しみだよね。公式生放送 MC の鶴見さんと、フロッケ役の大野さん。この二人やってくださると。って感じだよね。で、しかも、シャープレスレリ生放送ってつけて X で感想をいただいた方にはプレゼントが当たるっていう風に書いてあるから、プレゼント何がもらえるかがちょっと気になるんですが、これ俺しっかり見てね、感想を送ってプレゼントもらいたいなと思ってます。 YouTube ニコ生 X で見れるってことだし、とりあえず21時からあるらしいんで、 YouTube でしっかり確認しようと思います。っていうかさ、プニプニ持ってきたかって感じだよね。そう、まあ確かにね、アトリエといえばプニプニかタルだからね。これもしかしていろいろレスレリ学園の内容語ってくれたりするんかな。ちょっとそこまで語ってくれたらめちゃくちゃ楽しみだよね、思います。半周のイベントが終わった後に、しかもこんなエイプリルフール、いやエイプニルフールかなエイプニルフールってっていうね感じなんですけど、そんなダジャレは置いといて、皆さんねぜひこれチェックしましょう。でまたみんなで感想言い合おうね。今回のエイプリルフールイベント記念のメモリア、輝かしい平凡な一日っていうことで、エイプリルフールのプニプニたちがね、可愛らしく写ってますね。プニオとプニコみたいな感じで言うと、めちゃくちゃ勉強してるとこにピンクプニがちょっかいかけて、で冒頭出会った赤プニはツヤーって感じで寝てる。可愛いね。メモリアとしての性能は素早さ 3.50% に、HP、仏光、魔光、仏防、魔防は全部 16.25%。まあ、バランスの取れたメモリアですよね。突出したものがない感じ。プニッシュダメージアップ3。ということで、まあ攻撃対象がプニッシュ族の時、スキルダメージプラス 4%。まあ、もしかしたらプニプニ相手にガツンと使う場面はあるかもしれないけど、まあ記念として取っとくのが一番いいんじゃないでしょうかね。うん。授業が終わり、にわかに騒がしくなった教室。プニミが放課後みんなで遊ぼうと誘いにやってくる。プニコも来るなら行くよと振り返ると、どうやらプニコは夢の中。幸せそうなプニコの顔を見て、思わずプニミと笑い合う。俺たちはこんな毎日を続けるんだ。いつか卒業する、その日まで。めちゃくちゃ懐かしい、学園生活の頃、超懐かしい。っていうね。なんかノスタルジーに触れたような、青春の1ページを思い出したかのような今回のプニプニ学園、面白かった。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。みんなも生放送を見るぞ。最後に注意喚起、そしてネタバレ注意というところで言いたいことがあります。今回のプニプニ学園からの生放送っていうところあると思うんですが、現状レスレリー新キャラクターと、しかも新キャラクターの性能が見れちゃう状態なんですよ。あえて場所は言いません。私は普通にレスレリ遊んでて、
いろいろ見てたらもう分かっちゃったんですよ。言うとバレちゃうというところもあるので、ここは内緒にしとこうと思いますが、運営さんもしね、どこかで気づかれたらなんとかかんとかしてくれませんかねというところも本当に思うので、今回ね、あのプニプニ学園の動画の最後になるんですが、このような話をさせていただきました。ちなみに私が以前来るんじゃねえかって言ったキャラクターではあったというところで、私も本当はネタバレ見たくなかったっていうのは見てません。生放送で見ようかなと思うので注意喚起とさせていただきます。多分中にはね、見てしまった方多いと思いますし、 X でもこのような話が出てるような感じは目にしたので、皆さん本当に気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。一緒にエイプリルフール楽しみましょう。次回お会いしましょう。またね、バイバイ。